今日はカレーです。カレーですね。カレー好きなんで、一応食べてないけど、毎日食べたいと思うカレーです。それでは、いただきまーす。今日はね、病院の日だったんですけど、採血して、1週間後に来いっていう話だったんですけど、まあ、それはね、なかなか大病院も手が足りない状況でしょうね。うまい。辛くて非常にいいですね。濃い人の10回も来たんですけど、あれ、頭がしびれますね。頭で、ね、頭に紐を巻いて、締めつけるような感じでしたね。まあ、あれはあれで美味しいと思いますよね。まあ、キャンプといえば、運動時間の楽しみがありますからね。また落ちがあったぜ。カニは昔から日本人は好きみたいですね。作家の池波正太郎さんの方に読むと江戸時代の風景が出てくるんですけども、朝早くからね、七時それで最悪魚を持って天秤棒で運んで打ち回るっていうね。今年は旅行したいですね。まあ普通の旅館でいいんですけど、温泉があればな、嬉しいですね。今日の夜ご飯は無理でした。燃料補給。しかしあれですね、コロナなかなか収束しませんよね。10年後ぐらいなら治療もできるかと思うんですけども、そうはいかないでしょう。前回入院した時、隣のベッドに新しいおっさんが入ってきたんですよ。その人はカーテン閉めるのが嫌だ、開放をしてくれって言ってね、カーテン一切止めませんでしたけどね、カーテンを取り付けましたね。
職場の面接も行きましたけど、どうも相性が悪くて悪くてね、じゃがいもはね、うまいですよ。じゃがいもだしな。それでも、さつまいもはあまり食べないね。もうね、病院がしないと食料ぐらいで病院してるんですけど、もう全部ビシビシですよ。今日はあまり面白くない話だったんですけど、まあ事実のことを言いますか。この金属音が嫌な人も多いですね。キーンとして嫌らしいんですけど、僕はそういうのを言わせないんで、ちょっと興味を持ちました。うん。うん、よかったな。しまいにはギリシャを守らず感情に左右されやすいという米国人が日本に戻ると伝えられていた。その時米軍軍からの敵が発射されて、あっという間に街が爆破されてしまった。でも酔っ払ってるでしょ。だってこれつけっぱなしじゃん。